はい、皆さんこんにちは。学生に講師の赤木です。それでは私のゼミの説明会ですね。一応テーマとしましては旅行以上の答案を作成するための、過去問の学習方法ですね。これをやっていくというふうなことになりますが、まあ、約45分から50分ほどですね、私の方から講義の方をさせていただきたいというふうに思います。はい、一応お手元のレジュメに沿ってね、やっていくんですけれども、まあ一応内容的なね、ところちょっとあらかじめお断りさせていただきますとね、1回目に一応、実施しました説明会とほぼね、レジュメとしてはもう全く一緒なね、感じになりますが、ちょっと角度を変えてね、ちょっとお話するというふうな感じにしたいなというふうに思ってます。はい、まあ、一応旅行以上の答案を作成するための、ね、勉強方法ということで、まあ、なぜ旅行以上なのか、ね、そこからまず、ね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。お手元のレジュメの1ページですね、この辺になぜ、ね、一応旅行が必要なのかということに関して、ね、ちょっと情報を集めています。はい、まあ、皆さんも、ね、おそらく、今年の合格ライン等ですね、その辺は確認はすでにされているかなというふうに思いますけれどもね、合格最低点今年めちゃくちゃ高かったというね、そういうまあ実績ですね、そうなってます。最低点で880点です。で、これはもう過去数年からしてもね、過去最高ぐらいのね、感じでありまして、まあ、この880点取るために一体論文では何点いるのかということになるんですけれどもね、これはね、担当の点数プラス論文の点数の8分の14倍ですね、これを一応合計点にするわけですので、まあ、担当の合格者平均引いて、ね、単純に計算してみますとですね、746点もいったんですよね。746点を論文で、ね、必要になったと。800点満点で746ではありませんからね、1400点満点にして 74.6 ということになりますので、まあ、これは要は1科目あたり50点以上ですよね、これが必要だったということになります。まあ、約ね、計算すると 53.3 ぐらい、ね、そのあたりの点数になったかなと。で、これはまあ要はね、法務省のホームページで公開されている採点基準、ここからすると良好にほぼ近い、そんな感じですよね、限りなく良好に近いという感じです。良好以上になってくるのが58点からですからね、42から57、これが一応の水準になってきまして、58までは取らなくてよかったですけれども、限りなくね、58に近い、そういったものが必要になってたというのが今年の結果になっています。で、やはりね、この辺は過去2年、まあ、もちろんその前もね、遡っていただくのはね、ご自身でいただいたらいいかなと思うんですけれども、まあ、論文の合格最低点ですよね、これをもう担当の点数から引いてね、見ていくとやはり、ね、それなりに上がってきていると。2年前のね、平成26年の時点では、一応の水準をちょろっと超えてればよかったっていうね、そんな感じだったんですけれども、それが直近ね、2年はだんだん上がってきててね、50点を超えてくる、そのあたりが必要になりますので、まあ、この傾向が来年も続くとは限りません。この傾向ね、来年も続くとは限りませんけれども、その良好を、まあ、取れるような答案を作るというのは、まあ、合格するではね、非常に、重要なことになってきますね。で、実際に良好を全部揃えて合格すると大体500位以内には、ね、入ってくるという感じになりますね。まあ、そういうことで、できたらやっぱり良好狙いですよね、これはしていきたいなというところですね。普段のその論文検討でもね、良好あたりの点数ね、これを一つの目標にして、まあ、やっていただければなと。まあ、いろんなね、予備校の過去問、過去問じゃない、予備校の答練で、そういったものもありますが、まあ、一応の目標としては60点ですよね、これを目標に、答練ともやっていただければなというふうに思います。はい、ただ合格者数との関係で見るとちょっと一定してるんですよね。2番のところね、書いてあります。1ページの縦の2番ね、下の方に書いてありますが、担当合格点を超えた人に占める最終合格者の割合でいくといずれも 34-5% というところでずっと一定ですね、ここ最近ね。で、まあ、確かにちょっとずつ上がってるようには思うね、ちょっとずつ上がってるんですね、絞られてるんじゃなくてね、その、合格者数の割合が増えてるというね、そういう状況でして、どっちかというとその担当合格者超えの中でもね、かなりの人を、まあ、合格させようという意思は、採点者のというかね、試験委員の方にもどうもあるんじゃないかというふうな感じはしますよね。そういう意味でいくとこれは単に問題が優しくなり始めているというね、そういうふうにも分析できますんでね、今年の問題は確かに私がね、民事系解説させてもらいましたけれどもね、非常に優しいです。民事系もね、民訴はちょっとね、鬼のような問題の部分ありましたけれども、民法商法に関してはかなりね、優しめの問題だったので、まあ、その意味でかなり上がったのかなというね、特に民事系の中でも民法商法2科目ね、これでかなり跳ねてるという人はほぼね合格に近づいてるでね、そんな感じでありまして、まあなんていうかな、
優しくなっているというのはこれはまあ事実としてね、過去2年のね、問題と比較してもねこれはあるのかなというねそういう気はしています。まあただこの問題の傾向続くとは限りません。来年もしかするとね逆に触れて難しくなると、まあそうなるとね一応の水準あたりでね、揃えていれば合格しているということもあるかもしれませんが、まあ一応保険かけるという意味でもね、これはもう良好以上を取るというのを一つの目安にしていただけたらなというふうに思います。まあそういうことで、次のページにちょっとまとめですよね、簡単にさせていただいておりますけれども、一応ね3分の1以上が合格するというねそんな感じでありますので、まあ、難易度の可能性はもちろんあるとはいうもののねやはりもっときたいのはね初見の未知の問題ね、これをそこそこ書けるようにしておくというねこれは非常に普段からね意識づけしておいた方がいいところかなと思います。で採点実感ですよね、このあたりにそのね一応の水準はこのあたりとかね良好はこのあたりと、まあ後からまあ公開されるというのはもちろんねあるんですけども、その後から公開されたものからもねもちろん勉強になるところはあるんですけれども、初見の問題で見たときにじゃあどこまでじゃあ欠けてるかというふうなアプローチでね、そういうふうに対応していくと、まあ採点実感等はこれは後付けのね話になってくるところは多いので、まあ、あのあたりに書いてあるものの共通要素ですよね、そのあたりをちょっとねえぐり出してそれを一般化して自分で持っておくというふうにねしておくといいのかなというふうに思います。はい、で普段からちょっと意識しておいてほしいのは不良にならないようにね、不良答案はどうやったらできるかというのはね、その辺はちょっとね、いくつかのパターンがあるわけですけれども、不良答案は決して作らない。で、これはですね、基礎知識で間違えない。もうここにまずつきます。基本的なね、その基礎知識のところで間違えない。まあもっと言うとですね、最初の出だしで大きな方向性決まりますわ。ね、答案にしてもですね、答案にしても検討にしてもそうですけども、初動で大体のそのね、合格可能性の範囲に入るか入らないか決まってきます。で、初動でブレてしまうとこれ結構痛い。で民法だったらですね訴訟物の特定ですよね、何しろ主要事実レベルのね、議論このあたりがですね、民法でずれてしまったらもうこれはもうどうしようもないね、感じになってしまいますし、刑法だと罪名選択とかね、この辺でこう落としてしまうとどうしようもないね、商法でも条文の特定ですね、この辺で失敗するともうどうしようもなくなるという意味で、未知の問題初見でね、しっかりと解こうとするとですね、これはこの初動でミスらないというね、そこのね、検討の最初のスタートのところである程度正しくいけるようにすると、これはですねもう絶対にね、普段から意識してもらえたらなと。でこれさえねしっかりしとけばそんなに不良に行くことはないです。で、よくね予備校講師もね他の講師も言ったりするとは思いますけれども、書き出しの数ページ見ただけでね、その答案全体の優秀度というのは分かります、ね、その辺は書き出しの2ページ見ただけで、あこの後ね、挽回することあるかなないかなというのは大体想像がつきます。で書き出し2ページ良ければ最後までやっぱりいいという感じのものは多い反面ですね、書き出し2ページでガタガタになっているとね後半で挽回している答案はなかなか見る機会がありません、その意味で書き出し数ページというのはものすごくね力入れてもいいのかなというね。でそこであまりこうね長々と書くんじゃなくて、歯切れよくコンパクトにね、そういう感じでねやっていくともう全体に優秀の推定ですよね、これがね、働いてくる。まあ、結構ね、試験委員も人間でありますんでね、人間って結構ねファーストインプレッションこれに左右されますね、最初の答案の駆け出しでおーなるほどというふうなものがあるのでね、何書いてんねんこんなことって、ね、そういうふうに思われるので、ね、全然その後のね、採点の印象が変わってきますんで、この辺はね、心掛けとくといいのかなというふうには思います。まあ、その意味で、ね、なんていうかな、もう書道をちゃんと大事にしよう、ね、書道を大事にする、ね、勉強を、ね、これからもしてもらえたらなというふうには思います。あと大狙いしないようにね、これはもう絶対解けるということでホームラン狙ってやるとかこういうことは無理にしない方がいいですね、大体こうホームラン、ね、狙った時、ね、神が降りてきてるかもしれませんけどね、降りてきてる神は邪神かもしれませんでね、その辺ね本当の神か邪神かっていうね、その辺はちょっと疑心暗鬼になっておいた方がいいですね、そういう意味で最初にね、言っておきます。ホームランを絶対狙うなと、ね、ヒットの延長でホームランになったらラッキーですけれどもね、ホームランをいきなり狙って、やっていくと、まあ、大振りしてですね失敗するというリスクもねこれはらんでくるので、もうここはもう初動を間違えないというのは、ね、別の言い方をすると解き方を安定するということでも実はあってね、そういうふうなところからですねブレのない、ね、思考過程、思考方法というのをね確立してもらえたらなというふうには思っています。はい、じゃあ実際に良好あたりっていうのはどういうふうなところをクリアしてばいいのかというのがその4番のところね、必要な能力のところで、まあ、一応書いてあります。で、ここはね、ちょっと論理的に私なりに詰めているところでありまして、良好を取るためには何がいるか、論文ですので理由と結論がいります。
で、まあ、大体の方は結論を書いているので理由付けですよね。その結論に至る理由付け、そこの、まあ、良好度によって当然答案が変わってくるということになります。じゃあその理由付けになってくる部分って何なのかというふうに考えてみると、これは法律論文でありますので条文等の要件効果、ここがまず出発点ですね。でその要件効果にちゃんと適切な事実当てはめ指摘して評価してるね、場合によっては評価いりますね、それをやってるということが必要になるわけです。ですのでもうこの法律論文の理由付け、ここでもうミスってたらこれはもうどうしようもないわけですね。条文の要件のところで間違った知識を披露した、これはもうね不良の推定が働きます。それから要件効果のところにね、正しい事実を適用できてないとね、本当ならば核になる事実とその周辺の事実というふうに分けられるとなおいいところね、その要件にあたる事実でもですね、特に抽象的な要件ね、必要性とか相当性とかもあったりしますよね、あの辺の必要性相当性になるような事実でもですね、核になる事実ですね、この事実があればほぼ、ね、相当性を基礎づけるよねみたいな、その事実と、ね、周辺的な事実ですね、まあ、一応、なんか援護射撃にはなってるかなみたいなね、そういうふうな事実といろいろグラデーション分けできるんですけれども、やっぱり核になる事実ですね、これを落としてるとちょっと痛いですよね。なのでその、要件認定する際に核になる事実ですよね、これをちゃんと意識しながらね、拾って当てはめすると。で当てはめするときにはまあね、一言でいいです、評価、まあ、よくね言われますけどもね、事実の評価というところもね、特にまあ民事系ではいいですけどもね、刑事系公法系、こういったところではですね、事実の評価、まあ、あの形容詞一つ副詞一つで結構ですね、形容詞一つ、副詞一つでもまあいいかなと思いますけどもね、この事実の評価というものもですね、論文の中ではウェイトをかなり占めているというふうに思ってください。でここでもうほぼね、ブレなくできていれば、そんなに論文としてね、大きくなんていうかな、大こけすることはないのかなと思いますけれども、もう一個持ってたら便利な視点いうのが次のね、3つ目です。当事者間における具体的な紛争というところから出てくるものでして、これ紛争当事者に関わる問題、これが一応出題されているわけですので、その当事者の立場でどうしたい、どう言いたい、この目線というのはすごく有意義です。でこれは事実の評価のところもそうでしてね、事実の評価も当事者だったらこう言いたいはずというね、そういう目線にしておくと実は事実の評価というのがおのずと出てきたりします、ね、この事実が、ある、ね、この事実当事者から見るとこう受け取れるですね、受け取れ方というね、そういうふうに私はね講義なんかで言っていったりしますけれども、事実の受け取り方、そういったものをですね、当事者の立場で考えてみる、まあ、当事者にしなくても一般人目線にしていただいても結構です、ね、そんな感じでですね、事実の評価のところね、当事者目線なんかを持っておくとですね、非常に有意ですし、それから、まあ、訴訟物の選択とかね、そこもまあ当事者目線ってすごく有意ですね、複数の訴訟物があり得るという時により当事者にとって有利になりそうな訴訟物選択するとかね、その辺はもうこう持っておくといいですね。でこの辺を、民法で、ね、具体的な例を挙げて言うならば貸担保責任、特に数量指示売買ですかね、あの辺は当事者目線あるかどうかで、ね、その構成が全然変わってきます。まあ、数量指示売買の時の効果としては解除と損害賠償とそれから代金の減額ですよね、この3つがあるというのは多くの方は知っているところではあると思うんですが、当事者目線でこの、数量指示売買のそのね、主張、これを組み立てるならばどういう主張になるか、まず一番大きく請求がなるものは解除による代金返還請求ですね、これが最も大きくなるわけです。なので数量指示売買であるならば解除して代金返せプラス損害賠償、これがまず当事者の主張になるはずなんですね。でその解除プラス損害賠償が無理ならば代金減額プラス損害賠償、こっちの方に切り替えるというふうにするような、ね、感じになりますよね。だから当事者の主張としてはより大きな主張、より大なる主張、ね、より有利な主張、これをしたいはずです。でそのあたりの目線でちゃんと当事者の主張に優先付けする、それができるとできないとでもね、大きな感じですね。まあ、有権代理、表権代理も似たような話でね、有権代理と表権代理だったらいきなり表権代理はいきませんよね、当事者だったらまずは有権代理ですね、これで主張して無理だったら表権代理行こうとかね、そういうふうな感じでこの当事者目線でその主張を組み立てるというね、これもですね、やはりこう持ってる人と持ってない人ではね、答案の内容に大きな差が出てきますんでね、それがあるというのだけでもね、非常にアピールポイントにはね、なってくるんではないかなというふうには思います。はい、まあ、そういう目線ですね、
当事者目線、持って、あとはですね、条文等の要件交換の知識、ね、条文至上主義なんてね、私が言っていたりしますけれども、まあ、そういった目線でね、普段勉強していくとよりいいのではないかなというふうには思います。まあ、この、ね、当事者目線、条文至上主義、ね、そこに基づくまあ思考力、ね、これを確立することによって、まあ、論文の対策として何が、ね、アップしていくかというと、その下、ね、4ページ、2ページの一番下ですかね、事案把握の正確性と速度が上がる、ね、条文知識が正確にすぐ出てくるようであれば、ね、分析も極めて早くなる、それからですね、当事者の言いたいこと、ね、複数あり得る、その選択も当事者目線という形で、ね、正確にスピーディーに特定できるという、ね、そんな感じにもなってきますし、それからですね、検討する、ね、答え出していくというふうなスピードもね、事実の評価、ね、悩むところだと思いますけども、あ、当事者からしたらこうしたらいいやってね、そんな感じでですね、一つのこう切り口が出てきますんで、そういう形でですね、どんどんとまあ検討スピードが上がってくるのかなと、ね、残念ながら書くスピード上がりませんけどね、書くスピードね、うだつ先生でもするしかないかなってね、そんな感じになるかなとは思うんですけれども、まあその書くスピード自体はね、これ変えられないので、まあ検討スピードですね、これを早めることで書く時間を増やすっていうね、そういうまあ選択にもね、なってきますよね。まあ一応時間内というね、2時間という枠の中で書かなきゃいけませんので、まあその検討スピード、これを早める、ね、これは非常に大事ですね。読む時間のスピードはなかなか変えられないですからね、読むスピード、書くスピード変えられないので、検討スピード、これをいかに早く正確にするか。そのためには当事者目線、条文至上主義、ね、その辺をちゃんと意識してね、条文に関する知識正確にしておこう、ね、このあたりもね、予備校の講座だったら入門講座レベルでいいと思います、ね、入門講座レベルの知識、これを完璧にしておくというところとね、それからまあ分析の手法として当事者の立場で考えていくというアプローチですよね。これをできたらね、もっと言ってもらうといいのかなというふうには思います。はい、まあ、まとめまして、ね、必要な能力としてはどうなるのか、ね、条文派に関する基本的な理解、ね、一応正しい知識でこれ正確に指摘できているだけで、まあね、一応の水準上は余裕でつくでしょうというふうな感じですね。でそれから正しい事実、ね、ちゃんと自分なりに評価していればこれはもう良好ラインにはなってくるかなと、まあ、よくね、憲法とか、広報系でね、よくある、まあ採点実感の記載としてですね、論理性とか事実の適時にやや不十分な面はあるけれどもね、実質的な検討はなされているとかね、そういう場合に良好にしたとかですね、そういうふうなまあ記載結構ね、各年度見る、わけですけれども、まあ、少なくとも実質的な検討ができているというね、そこがミソなんですね、良好のね、少なくとも実質的検討って何ぞやというところはまあ非常にね、悩ましいところあるんですが、要は要件論きっちり確立して核になる事実を指摘して評価して結論出している、ね、これがまあ私のね、私なりの分析ですけども、実質的検討というところになるのかなというふうに思いますね。まあ、そこにね、憲法的なこうセンスとしてね、何かこう出せたらまあ優秀とかに入っていたりするのかなというね、そんな気もするんですが、まあその辺は高望みはしないようにしといた方がいいのかなというね、その広報系とその刑事訴訟法ですか、特に広報系はそんなに高得点が狙える科目じゃないというのが一般の、ね、受験生かなと思います。まあ、広報系で特に憲法得意という方はね、まあ、それは得意にしていただいていいと思うんですが、まあ、10人受験生おれば8人ぐらいはね、広報系なんだかなというね、そういう苦手意識持ったままね、受験しているのがまあ現状かなというふうには思います。まあ、そういう意味でね、広報系、まあ、今ちょっとあんま得意じゃないという人は、まあね、優秀とは狙うとかもそんなしなくていいね、とりあえずは最低限のね、事実の評価、適時、それから要件検討しているというね、そういうふうなこう答案を作り上げるということをやっていただければなというふうには思います。はい、その上でじゃあね、なぜ過去問をやっていくのか、まあ、論文過去問の学習方法を考えるとこういうテーマですので、じゃあなんで論文の、ね、過去問の学習、ね、これが重要になってくるのかということを次にお話していきたいと思います。で、第2のところね、なぜ過去問なのか、まあ、これよく剣道とかでよく言われるんですよね、その真偽体の充実とかね、そういうふうに言われるんですけれども、その中でも、ね、何がこの過去問剣道で鍛えられるかというと、真偽の部分ですね、心と技です。この論文過去問解くことによって、何が得られるか、まあ、過去問というのは、ね、よく言われます、ね、英知の結晶です、まあ、ほんまに、ね、すごい問題が多い、ね、一部クズ問と言われる問題もありますけどね、そういった問題を除けば、まあ、非常にいい良好な問題ですよね、これが題材になってます、そういう意味でその、ね、なんていうかな、本場の試験で求められるものというのがまあ分かるんですよね。ただもちろん同じ問題は出ませんので、その同じ問題、ね、同じ答え、ね、その問題で出せるようにするという必要は別にないわけですけれども、まあ、その過去問から得られるものですね、本試験レベルというのが分かる、本試験レベルというのが分かるというのはイコール丸の内ですよね、現場でなすべき思考方法、これをまあ習得すれば
現場でこれが出たとしても解けるだろうということになるわけね。新たな問題ね、同じ問題は出ませんけれども、似たようなレベルの問題でもこういうアプローチにしていけばいけるというね、その思考法を確立するということがこの過去問検討の一番のね目的にはなってくるだろうというふうに思います。まあどっちかというとインプットアウトプットでいくとアウトプットのノウハウです。そちらですよね。アウトプットのノウハウというものをきっちり確立する。これが過去問検討の非常に重要な点ではないかなというふうに思いますね。それからインプットの面についても少し役に立つかなと思います。ね、本試験で出題可能性のあるインプット必要な範囲、ね、これが分かると思います。ね、試験で聞かれてる、ね、しかも誘導もなく聞かれてるというところについては、これはもちろん知識で持っとけよというね、そういう部分になるわけね。で、そういった部分は、まあ、過去問を見てたらね、大体まあ大事なところね、推測がついてくるということになってくるんで、まあ、そういった何年も重ねて過去問を検討することで、このあたりが大事だよねという範囲ね、これをまずは押さえてもらういうこともインプットに関してはできるかなと。ただやはりね、過去問で問われてることってどうしてもこうピンスポットでありますので、全範囲網羅しているわけではないんですよね。その意味で、インプットの学習という意味では過去問だけではちょっと足りないと、そういう認識は持っておいた方がいいですね。もちろんその、問われている問題について不正確なインプットではこれはもちろんねお話にならないわけですので、まあ、もちろんね苦手の発見ですよね、弱点の発見克服、これに使えるというところはもちろんねあります。インプットにつながるかなと思いますけどもね、弱点の発見克服、ね、そういったものにはつながってくるかなとは思いますが、インプット面でいくと過去問の検討ですね、そこはちょっとね、若干ちょっと物足りない部分は確かにあるにはあるけれどもね、解かないわけにはいかないというね、特に越したことはないのかなと。で、これは使い方次第でありましてね、おそらく皆さん過去問は2回目3回目の検討になるというね、そういう年度もたくさんあるだろうというふうに思います。まあ場合によってはね、4回5回もすでに検討してるというね、そういうものもあるかと思うんですが、そういう問題も使い方次第ではね、めっちゃ自分を縛り上げるプレッシャーになります。例えば5回目の検討です。1時間40分でやってみましょうとかね、あるいは検討だけをやってみる、答案化はしないけれどもね、検討だけを25分でやってみるとかね、そういうふうにやっていくと、要は焦りながら解く本試験に近い状況ですよね。これができるはずです。そういう中でそのね、時間との戦いで何を切るか、ね、どういうふうなところを短くまとめるか、そういうふうなね、慌てて解くというね、本試験の心理状態に近いもの、これができるんじゃないかと思います。まあ、まさにそれが心の部分ですね。心技体でいう心の部分でして、焦った時の心理状態ですね。それで自分をいかにね、平常心に戻していくか、ね、平常心に近い形で解いていくかっていうね、それもね、鍛えられるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちなみにね、時間不足の時に何切るかとして、私は一番言ってるのは問題提起系とね、言っています。ね、問題提起なんかも、この書いても手になるかどうか保証ないですからね。はっきり言ってね、今までの過去問の出題趣旨採点実感で問題提起かけて書かれたことあるかちょっとないんですね。そういう意味で一番切ったらいいものね、時間不足になりね、そういう時にはこれ問題提起切る、もう結論先行でいく、逆に言うとそういうことですね。この点についてはこう考える、なぜならこうこうこうである、ね、この点についてはこうこうこういう点が問題となる、でこの点について理由結論書くのと比べて、まあおそらくですが8行で、問題提起したら書かなきゃいけないところが4行程度で終わるということになりますんでね、この辺文章が非常にコンパクトでスムーズで、しかも歯切れよくなってくるんでね、そういう意味で問題提起一番切った方が僕はいいと思いますね。時間の無駄ですね、僕はね、僕からするとね、時間の無駄、そういうふうにはね感じるところではありますが、まあそういったね、時間内で書くために何を切るかというね、そういうふうなこうね、慣用も過去も検討する中でできるのではないかなというふうに思います。であとまた使い方次第ではね、もっといい使い方できますね。これまた後ほどにもね、お話していきます。第2の最後のところに書いてますが、解きっぱなしにしない、これ大事なとこね。アフターフォロー、何をその解いた後やるかですね、これもやっぱりね、将来的に良好以上を取るためにはやっぱ大事になってきますね。まあ、その解いた後の自分なりのフォローですね、これはまた後ほど第4というところでね、お話をしていこうかなというふうに思います。はい、まあ、そういうことで、過去問の検討ですよね、いろんなものが得られますんで、やはりね、その過去問検討を普段のそのね、勉強の中心にしておくというのもね、一ついいのかなと思いますね。まあ、もちろん新しい問題じゃないのでね、ちょっと飽きてくるというね、そういったところもありますけれども、まあ、アウトプットの普段の練習の柱ですよね、これはもう過去問ですよね、これは使っていいんじゃないかなというふうに思います。はい、で
私のクラスは、過去問ゼミということで、ちょっとここでご案内ですよね。それは第3というところでね、ちょっとお話しさせてもらいたいと思いますが、過去問ゼミでね、私のクラス、結構、ゼミとはいうものの、私が一方的に喋るね、そういうような感じで、必要に応じて質疑応答していくというね、そういうスタイルであります。で、過去問ゼミ、することによって、一応皆さんにはね、いろんなこうね、気づきなんかがね、得られてくるのかなというふうには思うんですけれども、次にね、書いてるね、4つのチョボ書いてあるね、そういう方は、おそらくね、結構得るものは大きいのかなというふうには思ってます。まず大きくね、一つお話したいのは、アウトプットの確立手法ですね、検討手法。これが、確立できてない自覚のある方には一番ね、私のクラスはいいかなというね、問題の解き方的なところを、1回目のガイダンスの時にお話しします、ね。一応過去問ゼミの第1回、一応ガイダンスみたいな感じで1時間半やるんですけれども、問題検討のノウハウ各科目に、一応ね、分けて、科目ごとにこういうふうなアプローチというね、それを一応お話してきます。で、そのアプローチを次回以降ですね、第2回以降のその各回で具体的に実践するというね、そういうスタンスを取っていきますし、もう大事なことについてはね、何度も何度もちょっと言及していくと、そういうスタイルをしていきますんで、アウトプットの検討手法の確立、これはですね、ある程度4年分ね、やっていただいたら相当できるのかなというふうに思います。はい、それからもう1点ですね、出題趣旨や採点実感使いこなせてないなという方ですね、その方にはね、私の講義がもう採点趣旨、出題趣旨や採点実感ですね、このあたりのエッセンスを汲み取ってやっていきますので、それらを、ね、効率よく習得すると、上積み益だけ吸いたいという方には、ね、この、過去問ゼミというのは一応、ね、適しているのかなという感じはします。あと、私実務家でもあるということで、ね、事実の抽出評価、ここには、ね、一定の自信があるというふうなところでありまして、事実の抽出評価、なるほどこういう視点でやればいいのねというところですよね、この辺は特に事実の抽出評価が苦手だなという方ですね、そこはすごく、ね、勉強になるところがもしかしたらあるかなというふうに思います。この辺ね、その優秀答案とか見ててもなぜこれが優秀なのかがよくわからんというね、特に広報系だとね、なんでこれで優秀なのとかね、そういうふうに感じるものも結構あるわけですけども、そういう方大体ですが事実の評価がすごいですね。で、事実の評価がすごくこう的確で、ね、説得力があるというふうになるだけでね、広報系はかなり伸びますんでね、そういう意味で、事実の抽出評価のところね、これ鍛え上げたいなという人は私のゼミですね、結構ね、その辺広報系で意識してね、やっていきますんで、よかったらね、そこで得るものはいっぱいあるかなと思います。はい、あと書き出しどうするかね、結構どうスタートするかということも、一応ね、ゼミの中でお話をするという予定にしています。書き出しどういうふうに出すかですね、やっぱり答案ってね、書き出しどうするかで悩むね、それ非常に多いかなと、私自身の経験もね、答案作るときにどっから書こうかなとかね、悩んだ経験ねいっぱいあります。そういうときに私がどういうふうなね、アドバイスするかというと、結論先行で書けっていうね、そんな感じでこうやっていきます。で、本問であれね、本問であれば、こういうふうなスタートをしていけばいいんじゃないかとかね、そういうふうなことをねお話していきます。この書き出しどうするかの不安ですけどね、これもう民訴だったらもう間違いなく結論から言った方がいいとかね、そんな感じですね。もう民訴ほど書き出し困るものないですからね、そういう意味で民事訴訟法の方が、これは結論先行でいいかなと。ただ民法だったら結論先行しなくてもね、原告の請求の要件から入ったらいいよねとかね、そんな感じでいろいろね、書き出し、工夫しやすい科目は民法刑法だと思います、ね、民法刑法はおそらくね、多くの方書き出しそんなに困らないかなというふうに思いますけれども、そのね、民訴であるとか行政法であるとかね、そういったものになってくると書き出しどうしようかなとね、この誘導にどうしたらいいかなとね、結構悩む、ね、ところあるかなと思いますが、書き出しについてはね、必要に応じてこれはお話、ね、していく予定にしています。その辺ですね、ゼミの中でね、どういうふうに進めたらいいか迷いましたというね、そういうことであれば、ね、質疑応答ですね、その中でね、いろいろとこう議論もできるかなと思いますので、そういったところね、ゼミのメリットですよね、一応口頭で対話しながらね、やる部分ももちろん、ね、ありますので、そういったところをですね、一応不安を持っている方は解消も、ね、しやすいのではないかなというふうに思います。はい、ただし次のページ過去問ゼミではごめんなさい、ここは対応できませんという部分ね、これはちょっと認識しておいてください、ね、過去問ゼミ受けてれば絶対大丈夫とは絶対言えませんので、ね、そういったところで、過去問ゼミでは足りない部分というのはちょっとね、把握をしておいてください。まず一つ、基礎の弱点の発見克服、これは限られた範囲でしかできません。
ね、特にその問題の中で出てきた知識についてはね、皆さんの弱点等が発見できるかもしれませんけれども、これは普段皆さんがインプットの際に意識してやるべき事柄ですね。問題検討する中で、発見した弱点、これを自分なりに潰していく、ね、そういう作業はこれは普段の勉強の中でやっておいてください。これが、まあ、要はインプットの部分ですよね、インプットの中でもね非常に大事なところで、入門レベルの知識、これを完璧にするというね、そういう風な勉強であります。はい、でまあ、基礎の弱点はね、ある意味その新種の過去問だけでは足りないので、できたら僕はねおすすめするのはその旧試ですね。旧司法試験の問題、できたら平成10年以降はね、一応潰しといた方がいいのかなというふうに思いますね。あと予備試験ですね、旧試10年以降と予備試験、まあ、このあたりをできたらね、潰して、その必要な知識ね、ほぼこれで網羅できるかなと思いますね、ほぼそれでね網羅できるかと思うので、そのあたりですね、弱点の発見克服、これはもうね皆さんの自主学習のね分野ですので、まあ、その辺の、ね、どうしたらいいかという、ね、ご質問ある方は、ね、個別に聞いていただいたら、ね、またノウハウ等をお話ししようかなというふうに思います、はい、あと論文対策ですので、担当対策はしませんでしたね。そこはまあ、分かりきった話になりますけどもね、担当については皆さんご自身で、ね、やってほしいなと思いますが、まあ、担当についても、ね、関連するところはちょっとお話しする予定にはしてますけども、多分ちょっとあんまり、ね、機会が少ないかなというふうには思います。で、担当については、ね、別途またブログなんかね、私の過去の記事なんかを遡って、ね、見ていただいたら、ね、その辺必要に応じて、ね、書いていますので、まあ、担当対策等、ね、もし、ね、私の対策方法を知りたい方はよかったらブログ等で、ね、検索していただけると幸いであります、はい、あと条文の検索力、まあ、別の言い方するとこれ条文素読です、まあ、条文素読を過去問ゼミでやるのは時間の無駄ですので、ね、普段からこれは、ね、行き帰りの電車とか、あるいは寝る前ですね、特に民訴とかね、会社法の組織再編とかね、あの辺多分寝る前に読んだら一気に眠気が襲ってくると思います。なのでね、その意味で、条文素読ですね、できたらまあ眠くなりたい時にやってみるとね、これ一つの方法でもあるのかなと思ったりするんですが、まあ条文素読ね、これはもう眠くなるならないに関わらず、普段からねちょっとやっといてほしいなというところですね、まあいらない科目もないわけじゃないですけども、まあ一応全科目ね、とりあえずその日に解いたなんかね、科目ですかね、その日に論文化した科目とかだったらね、ちょっとその日にね、知識の、ちょっとこう新鮮なうちにもう一度読んどくとかね、そういうふうにするといいのかなとは思います。まあ、会社法ちょっと膨大なんでね、会社法については僕は絞っていいかなと思ってますね、株式、それから機関、それから組織再編の中でもですね、株式会社絡みですね、そんな感じでね、絞ってもらうとね、いいんじゃないかなという感じです。はい、まあ、この辺も条文検索はね、これは普段からねやっていかないと、どこに何条にどういう条文あるとかね、これはやはりね、事前にある程度慣れておいて損はないね、いうところでして、まあ、慣れて条文のね引っかかりですよね、あ、この問題条文だろうとかね、そういうのがすぐに引っかかるとね、非常にスピーディーに問題検討できるかなというふうに思うのでね、そこはねちゃんと普段から対応してみてください。はい、あと初見の問題、すみません、過去問ゼミではねすでに基地の問題ね、これ検討していきますんで、初見の問題解きたい方はね当連等を受けてくださいってね、すみません営業でごめんなさいね、そういうような形になりますが、まあ当連ねどこのでもいいかなと思ってますが、できたらねうちにね来る以上はレクのね当連受けていただいたら嬉しいなとね、一応民事系は私解説してますんで、まあ、民事系のね思考方法については、まあ一応ブレないね検討ができるんじゃないかなというふうに思います。はい、その上でアフターフォローですね、そこについてもちょっとだけお話ししておきます。まあ、解きっぱなし一番もったいないですね。解きっぱなしにするんじゃなくて、その解いた後ですね、まずやってほしいのは反省なんですよね、解き終わった後に反省、なければないで結構です。あ、もう完璧に解けた、もうこれは OK だと自信持っていただいた、それはもうね反省するべき部分ないということで、まあいいのかなというふうに思いますが、少なからず何らかの反省は出てくるはずです。で、その何らかの反省なんですけれども、まずは一つ弱点部分なかったかという振り返りはちょっとしてみてください。今回のその問題解いた中で、あ、ここの知識すぐには出てこなかったぞとかね、そういう部分、あるいはあやふやだったけどとりあえずなんかごまかして書いたとかですね、そういう部分というのはできたらね、本番ではビシッと書けるに越したことはありません。なのでそこは弱点の克服対象になってきます。もちろん間違えたときは論外ですね。間違えたときにはこれはもう一度解き直すというかね、もう一度そのインプットし直すというふうなところが必要になってきますので、まずは反省部分、インプット部分での反省点なかったかというね、それをまずね確認するといいのかなというふうには思います。で、アウトプットのこのね弱点というのはなかなか自分では気づきにくいと思います。
このアウトプットの弱点というものは、これはね、やはりまあ実際に答案出して、ね、いただいて、でその見る中で、ね、出てくるのかなというふうに思いますし、それからね、その講義聞いていただいた後にね、ああこういうふうにしとけばできたのかというね、そんな感じでアウトプットの弱点ね、また別途出てくるかなとは思います。はい、でそれらをちゃんとまとめとくというのが大事ですね。インプットに関してですね、弱点、出てきた時には2番のところね、基本テキストに戻ってください。普段皆さんがこれまで使ってきたですね、テキストがあるはずですので、もうそこにまとめてください。でインプットのね、アウトプット、インプットの弱点についてはね、その基本テキストに戻って苦手色のマーカーをするなり付箋を貼るなり、そういう対応してみてください。で私は付箋でやりました、ね、ちょっと小さめの付箋がいいですよ。ごっつい付箋だともうガサガサになりますんでね、その辺でちょっと薄めの、ね、付箋ですね、小さめの付箋ですね。それで弱点の、まあまあ、一応マーカーとか、ね、付箋を貼っておくと。で、まあ、ちょっとだけ書き込めるぐらいの付箋がいいですよね。一応こんな、ね、細い糸みたいな付箋ね、これではちょっと何も書き込めないので、できたらそこにね、とりあえずないついつ発覚とかね、そういうのも入れといてね。であるいは、まあ、その、発覚発見した手がかりですよね、何年の過去問とかね、そういうのを入れとくと、あとね、問題見て、あここ弱点だった、じゃあ今やってみよう、ね、今やってみて、あできた、だったらもうそれは弱点から外してしまえばいいね、そんな感じになりますからね、この弱点付箋というのは、これは最終的には試験の直前に見直すべき部分になってきますからね、試験の現場に持って行ってそこだけ見直せば、直前2時間だけ覚えとけばいい。最悪そうですね。最悪もう試験の2時間だけ覚えておくというね、そんな感じの勉強でいいわけですので、まあ、そういうふうな最終のその直前見直しツールですね、これを作ることにもなりますので、できましたらこのね、弱点の一元化ですね、基本テキストに戻って一元化しておくというふうにするのがいいのかなと思います。まあ、もちろんね、この基本テキストにせずにもう判例六法にまとめてしまうというね、そういう人も中にはいます。まあそれはもうね、皆さん好き好きにしてもらったらいいと思いますが、判例六法毎年書き換えますんでね、まあもう来年受けないとね、じゃあ来年じゃない、再来年は受けないと、もうね、もう決めてる方はもうね、今年のね、判例六法に全部書き込むというのもありかなと思いますけども、年度変わってまた勉強しようかなという時にですね、この、ま、前のにね、一元化してしまうとですね、また次のね、もう一度作り直すというね、そういうことになるので、まあ、できたらね、何度もね、戻っていく基本テキストにした方が僕はいいのかなというね、こんな感じはしています。はい、それからアウトプットのところをちょっとね、そこをちょっと書き漏らしていますけれどもね、アウトプットの弱点については、できましたらこれはね、まとめノートみたいなのをやってもいいと思いますね、ほぼね、そんなに大分量になることはないと思います。で、一応過去問ゼミにはですね、1回目のところで、解き方集みたいなね、そういうものを皆さんには配布する予定にしています。ですので、その解き方、アウトプット考え方ですね、そこの弱点についてはおそらくそこのどっかに書いてあるというふうに思いますし、書いてないところでね、ちょっと指摘されたということであれば、それは自分なりに書き足すという感じにね、しといてもらえたらいいと思います。まあ、虎の巻という形で科目別にね、やってますんで、間にルーズリーフとかもね、おそらくまあ切り取ってじゃないか、ホッチキス外してね、でそれで26ケースなんかで穴開けてですね、でそれで、そのページとページの間にね、ルーズリーフで書き足していくみたいなね、そんな感じで自分なりのそのね、アウトプット専用ノートですね、これを作っていただけるんではないかなというふうに思いますし、まあこれはね、今までの自分の弱点知ってるという方はね、そこに自分の弱点も書き込んでおくといいですよね。自分で今までここが弱点だと思ってた、でこの弱点ね、どう克服するかというね、それもちょっとね、考えておくといいですね。でどう克服するかというね、弱点の克服仕方でもね、アウトプットについてはちょっとね、独特のやり方になりますね。やっぱりこれはもう一度その思考方法をたどってみるしかないと思います、ね、その、ね、推奨される思考プロットですよね、この順番でこう考えるという思考プロットを実際に踏んでみると、これをまあね、やってみるというのがまあ一番いいのかなというふうには思いますね。でその中で、ああできるようになったと、ね、ああ事実の評価、ああ確かにこうしたらできたとかね、そういうふうな成功体験積んでいけば、このアウトプットのノウハウというのはね、結構忘れにくいですのでね、そういう意味で慣れていってね、もらえたらいいのかなというふうには思います。はい、インプットの方はね、これは多分ね、ところてん方式になっている方多いと思いますんでね、新しいの入れたら昔のが抜けていったとかですね、そういう感じでこれ随時バージョンアップ、ね、していかなきゃいけませんので、そのインプットの弱点についてはね、ちょっとね、できたらまあ定期的に見直すというね、そういうふうにしておくのがいいのかなというふうには思ってますが、アウトプットのね、方についてはこれはね、そんなにこうね、定期的に見直すようなものではないかなという気もしますが、まあ、弱点ね、まだ解き慣れてないという方はね、その、考え方というのを何度も何度も踏んでみるという感じにしてみてください。はい、
ということで、とりあえずね、良好を取るために、まあ、どういうふうな勉強方法をするかということで、まあ、大きくね、今まで、この40分の中で、まあ、ちょっとさみだれ式ではありますけどもね、ちょっとまとめさせてもらうと、要はインプット、アウトプットの2面にね、結局なってきますね。で、インプットで行くならば、これはちょっと過去問ゼミではね、十分対応しきれませんけれども、その問題検討の中で発見した弱点、ね、これを潰していく、そういうね、練習してみてください。まあ、潰す際にはね、ちょっと暗記する努力ですよね、これをちょっとしてみると。で、暗記ではちょっと対応できないという方はですね、暗記じゃない、暗記がちょっとまだまだね、足りないなという方は一回書いてみるのも一つですよね。チラシの裏とかね、いらない余った紙とかね、そういうものの裏に一回ちょっと書いてみるね、書いてみると頭にスッと入ってきたりね、することもあるし、その辺ちょっとわからんなというね、そういう場合についてはね、直接私に聞いてもらってもね、いいのかなと思いますし、まあ、そのあたりですね、あの弱点の発見克服、これはね、良好を取るためにはこれ最低限必要というね、そういう感じになってきます。で、それと同時にできたら条文素読ですね。インプットに関してはね、弱点の発見克服プラス条文素読、ね、これが普段の勉強のインプットの柱、これにしてもらえるといいかなというふうに思います。はい、あとはまあアウトプットについてはね、どんどん問題解く、ね、過去問、それから休止ですよね、このあたりをまあチャレンジする、で、チャレンジした後のアフターフォローをするというね、このあたりがね、やっていただきたい、まあ、一応アウトプットの、まあ、勉強方法という感じになるのかなと、ね、アウトプットの方法にもね、いろいろとちょっとね、また各論がね、いろいろあるわけですけれども、まあ、その辺の各論についてはね、過去問ゼミ等の、アウトプットの、講義の中でね、皆さんが、習得していただければ一番ありがたいなというふうに思っているところです。はい、まあ、一応最後に、第5ということで、過去問分析以外に何やるかということですが、もうすでにほとんど喋っちゃったね、感じのところになってきまして、まあ、重複になります。まあ、インプットについては弱点発見克服条文素読、ね、このあたりがまあ一応ね、これからの学習領域です。まあ、できたらね、来年の5月が試験ですからね、5月の直前までのスケジュールを作るというのがまあ理想的ではありますよね。で、ここはあまり細かすぎるスケジュール作るよりも、ざっくりとこの辺までにこういうことをするというのをね、一回まあ作ってみるといいですね。で、今、皆さんね、10月でありまして、まあ、まずは一つ区切りとしては年内ですよね。年内までに何をする、それから直前期に入る1ヶ月前ですので3月末ですね、3月末までに何をする、から直前期に何をする、まあ、大きくですね、3つに分かれてくるのかなというふうに思いますね。で、一応はまずはね、年内とりあえずインプットの弱点をできる限り広く探して潰す努力を開始する、そういう時期になるだろうと思います。で、その後の3ヶ月でできる限り1つでも多く潰していくという作業がその次の3ヶ月になると思います。で、さらに直前期についてはもうね、もう弱点、もうこれはもうね、半年ぐらいやっても潰せれてない、ね、ものについてはおそらく最後まで弱点だろうというふうに思いますので、もうこれはね、できる限りね、頻度を上げて何度も見ると、ね、ちょっと苦行に近く、ね、なってきますけれども、まあね、直前期についてはもうこれ最終仕上げというところですね。まあ、その辺になってくると、もう重要性絞ってやっていくのも一つですね。その辺重要性ね、自分なりにこうね、この辺が重要だろうね、去年ここ出てるからもういい、ここはとかね、そんな感じのこうね、絞り方もしても仕方がないかなとね、やってもいいかなというふうに思いますね。そういう意味でできたらね、ここからのその大きく、3つのね、時期に分けてですね、それなりに自分なりにちょっとね、学習計画インプット立ててもらうといいと思います。で、アウトプットについてはこれ定期的にやるのが一番ですよね。何かペースメーカー作ってね、定期的にやっていくというのが、まあ、アウトプットとしてはいいだろうと思います。で、一応まあね、私のクラスだったら過去問ゼミですね、これがまあ一応週に1回なしは2週に1回というね、一応そういう定期的にやりますんで、それをもとにね、過去問はこの日に解くとか、まあ、できたら週単位のスケジュールの中にね、この日にこれをやるとかね、そういうのを決めとくといいですね。で、アウトプットについてはその、ね、過去問ゼミでやるものと、それから自分で解く休止ないし心思ですね、そういうのを解いていくというね、そういう時間を作ってみてください。で、一応そのゼミで扱うお話っていうのがね、平成25から28という直近4年ですので、その前の5年分ですよね。まあ実際には6年ありますね、平成18年からね、24年まであるわけですが、18年は僕いいと思います。18年はもうね、解く価値僕はないかなというね、そんな気がしてます。ちょっと傾向も違いすぎるしね、そういう意味で、あの18年はまあ一旦ね、ペンディングしていただいて、最低限19年以降ですね、19、20、21、22、23、24、あ、6年あった、ね、6年分ですよね、これをですね、いかにまあ解くかというところでしょうね。で、まあ、ここはもうね、過去問ゼミで特に添削クラスを受けていただいた方の特典としてね、とりあえず添削クラスはね、ちょっと値段が張るというね、その特典なんか考えなきゃということで、まあ、この平成19年から24年の私の
レジュメですよね。これはちょっと進呈しようかなというふうに思ってますけどもね、そこの19年から24年、自主学習する上で、まあ、私が、ね、どういうふうな感じで、考えるかという思考過程が、ね、一応現れたレジュメですね。これを皆さんには一応、ね、差し上げようかなと、ね、皆さんじゃない、これはもうね、商工クラスの、ね、安いクラスの方にはちょっとごめんなさい、あげられませんけれども、とりあえずね、彫刻クラスじゃなく、ね、添削クラスの方にはね、それちょっと配布しようかなというふうに思ってます。ね、配布したからといって勝手にコピーされたら困りますけどね、コピー厳禁ということで、ちょっと扱っててください。はい、そういうことでね、一応今回の、過去問ですね、一応良好以上を取るためにどういう勉強したらいいかというね、これに絞ってね、ちょっとお話しさせてもらいました。まあ、前ね、お話した、先月ね、やった、ガイダンスですね、それとはね、ちょっと角度を変えてね、お話してますので、全く同じ内容を言ってるわけではないですけどね、内容的にはちょっと重複はしてます。ね、ではありますが、まあ、角度を変えてね、ちょっとお話させてもらいましたんで、まあ、何かね、気づきある方ですね、自分の今後の勉強に生かしていただければ幸いであります。それからね、できれば一人でも多くね、過去問に向けていただけるとありがたいなというふうに最後は思ってます。はい、そういうことで、私からのガイダンス、今日はね、これで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。